ははいいいここんににちは占い評論家のの岡田ですす今日運命線の続きということうなりますもうちょっとね、この辺、やはり、まあ、手相というのは細かく実際の手,手形を見ながらやらないといけないんですけれども、また要点だけにいたします。まあ、この運命線、途中まで行っている場合ですね、まあ、これはまあここまでが活動期間だということになります。若いうちに活動して、年齢がいくと緩やかになる。 B のように知能線から登る運命線これはあの教える仕事とかにつく方が多いですね。C のように生命線から登る運命線これはこの年に飛躍する場合が多いです。まあ、独立とか開業あと結婚とかね、妊娠出産も含めます。それからあと、うんまあ、これあんまり気にしなくていいと思うんですけども運命線に横線が入ったり島がある場合。 これはですね、あまりまああの薄いと思いますのです気にしなくて結構です。あの体調を整えれば自然と消えることが多いですね。一般には不調を示すというふうにも言われています。まあ、同様にこの蛇行ですとか空白もまあそんなに気にしなくていいと思います。それからあとは運命線と影響線のところなんですが、まあ、こういうふうにこう影響線が流れ込みますと、まあ、結婚が多いですね。こちらからの場合は恋愛結婚で、こちらの場合はまあ 昔お見合い結婚だったんですが最近はどちらかというと遺産相続が多いかなと思います。はい、では、えーまあ、手相はこのぐらいであと,、まあ、ちょっと補足の、えー、線を次回アップいたします。